私から逃げる気だな、博士。なんだ、貴様の足は返してもらう。この僕を始末するのか。サヘラントロプスは私が引き継ぐ。いいか、私は闇の住人だが、貴様のような腐った男と一緒にされたくはない、裏切り者め。いずれ仲間たちから罰を受けるがいい。基地へ連れて行け。了解。ではエメリッヒをベースキャンプに送合、直ちに帰投する。ここは閉鎖する、各班撤収急げ。まだ使い道は残っている。誰？スネーク。あなたじゃないわね。いや、それはただの機械だ。博士、スネーク。どうして、離してくれ、下ろしてくれ、僕の足を返せ。予定通りだ、そいつをマザーベースへ回収してくれ。起動する、取ってくれ。おら、いいぞ。こいつは一人乗りだ、僕は乗りと。おら、
どうして。あれがエメリヒやソ連製メタルギア。バカな、動くはずがない。博士、貴様はやはり役立たずだ。見ろ、サヘラントロプスはこの通りだ。お前はそこの男と共に死ぬのだ。この日、兵器が直立歩行をした記念すべき日にな。直立型二足歩行兵器、霊長類になぞらえるならサヘラントロプス。僕なしで完成するはずがない。話はこっちで聞こう。どうして僕を疑う。僕だけを。仲間だろう。そいつはどうなんだ。ミラーは9年前サイファーに接触してた。奴らと組んでたんだろう。スネーク、裏切り者はそいつだ。それはなんだ、また自白剤か。もっと強力な自白剤だ。あ、やめろ。僕をここに置いてくれ。僕を守ってくれ。どうして。お前だけだからだ。なぜ僕が。お前だけが。え？何も失っていない。頼む。やめて。自白剤が効かない。代謝酵素を増やすような手術をしているのか、それとも特殊な遺伝子治療を受けているのか。なんて言ってる。6時間前から変わらない。9年前核査察が偽物とは知らなかった。その後はサイファーに研究を強いられていた。奴は黒か白か。黒だと思うが、証拠がない。後で聞いてくれ。証拠なしで裁判はできない。しばらく様子を見よう。みんなにはまだ言うな。部屋から出さず研究を続けさせる。奴のためだ。
古いスタッフは奴を許さない。外に出せば命の保証はない。ボス